レッドカーペットにスターが集結。ユーザー数8億人という中国で最大級の SNS Weibo が、中国に大きな影響力を持つ日本人などを表彰するイベントを開きました。果たして中国人が影響を受けた人物とは。ウェイボーアカウントフェスティバルの2年連続の受賞、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを聞かせください。本当に素晴らしい賞をいただけてありがとうございます。今年は上海で、2日連続で乃木坂46としてコンサートをやらせていただいたんですけども、多分ウェイボーさんの公式の乃木坂アカウントを見ていただいて来てくれたお客さんとかもたくさんいらっしゃったので、本当にその賞の重みを感じています。ありがとうございます。乃木坂46として来年、アジアや、中国の方で、チャレンジしたいこととか目標にしていることってございますか？今までは結構ライブだったりイベントでそのお邪魔させていただくことが多かったんですけど、今後はたくさんもっといろんなメディアさんにどんどんお邪魔させていただいけたらいいなと思います。例えば、テレビ番組だったりとか、いろいろ日本では女性誌に出てるメンバーも多いので、その中国の方の女性誌にも挑戦できたらいいなと思います。この1年振り返っていかがでしたか？そうですね、今年は昨年末に新しく4期生が入ったりとか、あとキャプテンが変わったりとかもしたので、本当に変化の多い 1年だったんですけども、その分変化に対応する力がついたのかなと思い、この1年も成長できた1年じゃないかなと思います。ありがとうございます。そろそろクリスマスが近いんですけど、ちょっとオンオフ兼ねて、両方で答えていただけると思うんですけど、サンタさんにお願いしたいことあれば教えてください。現状維持ができるようにサンタさんにお願いしたいなと思います。そうですね、あとは1週間ぐらいのお休みをいただけたらまた旅行に行きたいなと思います。私はジュエリーが欲しいです。ありがとうございます。すいません、最後になりましたがファンに向けて一言お願いいたします。いつも応援いただきありがとうございます。皆さんのおかげで本当に今回も素晴らしい賞をいただけてとても光栄です。今後ともぜひ皆さんに乃木坂46というグループを身近に感じていただけるようにいろいろと頑張っていきますので、今後とも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ジェリー総さん、ありがとうございました。非常感謝。それでは受賞についてコメントをいただけますか？わし、竹内涼真です。はじめまして、よろしくお願いします。心から本当に嬉しいし、こういう素敵な場所に、来られたことも本当に嬉しく思います。まだちょっとウェイボーは、始めて間もなくてまだ初心者なんですけど、これから、どんどん投稿して、自分の活動だったり俳優活動を、皆さんに知ってもらえたら、嬉しいなと思っています。はい、はい、竹内さんがウェイボーの方でですね、筋肉の写真ばっかりアップしてるんですよ、見られてますか？それ僕が上げてるんで、はい、そうですね、はい、とても素敵な写真がいっぱいありますので、ぜひ皆さん応援してください、そして中国のファンの皆様にも一言お願いできますか？大丈夫かな、ちょっと練習してきたんですけど、カメラどこかな、はい、我非其中国的要点は伝わったかな？日本語でも大丈夫です、はい、まだ僕中国行ったことなくて、
ぜひお仕事だったり、プライベートでも中国に行きたいと思っているので、皆さんぜひ待っててください。よろしくお願いします。ありがとうございます。恭喜获奖者、掌声献给他。改めまして大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いては Weibo Japan グッドシンガー賞です。接下来是 Weibo Japan 最佳歌手奖。Weibo Japan グッドシンガー賞は板野友美さんです。 Weibo Japan 最佳歌手奖的得奖者是板野友美。恭喜你。それではトロフィーの贈呈です。プレゼンター、ジェニー・ソーさんお願いします。ジェニー・ソーさんありがとうございました。感謝ジェニー・ソーさん。それでは受賞についてコメントをいただけますか。大家好，我是板野友美。谢谢大家。この度はグッドシンガー賞という素敵な賞をいただいて本当に光栄に思っております。この賞に恥じないように、これから活動していけたらいいなと思います。谢谢板野友美女士。再次恭喜你。皆様改めまして大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。谢谢大家。続いては Weibo Japan 躍進俳優賞です。接下来颁发的是 Weibo Japan 突破性男演员奖。Weibo Japan 躍進俳優賞は志尊淳さんです。获得 Weibo Japan 突破性男演员奖的是志尊淳、恭喜你。それではトロフィーの贈呈です。プレゼンターは林志文さん、お願いします。林启文さん、ありがとうございました。非常感謝林启文先生。それでは、受賞についてコメントをお願いします。大家好、我是朱尊さん。この度はですね、このような華やかしい、賞をいただきまして本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。今年中国の方でイベントをやらせていただきまして、たくさんの人に応援していただいていることを実感でき、大変、ありがたく思います。本当にありがとうございました。恭喜获奖者。改めまして大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。入れ替え、いいです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 。まずは受賞おめでとうございます。ありがとうございます。こんなに早い受賞、新人賞、いや本当にこんな早く新人アーティスト賞という偉大な賞を僕たちスノーマンがいただけるとは本当に思ってもいなかったので、純粋に嬉しい気持ちがいっぱいです。これ聞いた時はどうでした？そうですね、驚きがありましたね。スノーマンは8月から Weibo のアカウントを開設したので、まあ、ジャニーズで初めてこの賞をいただけるっていうことがとても嬉しかったです。はい、どうですか、受賞を聞いてて。そうですね、僕たち、まあ、来年にアジアツアーも控えているので、このタイミングで新人アーティスト賞をいただけたのは本当に嬉しく思います。はい、今中国語の猛勉強してるんですよね。そうですね、スノーマン全員で今頑張って勉強している途中です。はい、なんか一つ二つ喋れますか？我是穆黑蓮。私は目黒蓮です。大事大事ですよね、名前をない。人から固めてる最中なんで、はい、はい、人から、はいはい、でデビュー曲も昨日解禁になって、はい、ね、すごい反響らしいです。いやいや本当にありがたいです。スノーマンはDD というダンシングダイナマイトの略語の DD というタイトルなんで、本当に世界の方にも
聴いていただいて、こう DD っていうワードがなんかいろんなところにこう広がって、 SnowMan の良さも世界に広がっていけばなという気持ちも込めて、はい、もう10万人会員超えたらしいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですよね。はい、とても嬉しいですね。そのこの賞をいただけると発表してから、またそのSnowMan のアカウントを見てくれる人がすごく増えたので、影響力があるなと実感しています。リーダー、来年1月22日デビューされますけど、はい、改めて意気込みと言いますか。そうですね、多分 SnowMan の勢いを全世界に発信する時が来るので、あの僕たちは全力で、SnowMan を発信していくだけかなと思っています。はい、リーダー、この曲はどんな曲内容になってるんですか。リーダーはリーダーは僕です、はいはいはい、曲ですか。曲はそうですね、ダイナミックなダンスチューンとか EDM の曲調で、本当なんか見てる人もこう一緒に踊りたくなるような感じの、本当パーティーチューンな感じになってます。はい、目黒さん、はい、最近忙しくて、はい、ザリガニ釣りは行かれないですか。なんで知ってるんですか。びっくりだね。そうですね、最近全然行けてないですね。そうですか。はい、でも、まあ、ありがたいことに忙しくさせていただいているので、まあ、もし時間が空いたら一緒にどうですか、ザリガニ。いいですよ。ウェイボーを通してどんなSnowManのどんなところを伝えていきたいですか。そうですね、SnowMan9人がパフォーマンスをさせてもらっている時のこのなんか威圧感って言いますか、なんか気迫って言いますか、それはなんか言葉でもちろん伝えるっていう大事なこともありますし、でもSnowManのこのパフォーマンスは言葉じゃなくても伝えられるところはあるっていうのをこう信じて、世界中の方々に発信していきたいなっていうのと、あと結構個人的にそれぞれ本当に個性が強いメンバーが揃っていますので、こうSnowManを知っていただいて、よりこう中のメンバーも知っていただいてっていう機会にきっかけになればなと、はい、思っております。最後ちょっとお写真を、ちょっと、はい、はい、後ろをください。お願いします。センターで失礼します。笑顔でお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。